自律型兵器というと未来の道具のようですが、すでに現在使用されているものもあります。例えば今戦争が行われている国々では防御用の自律型兵器が使われています。イスラエルのアイアンドームは短距離ロケット弾や追撃砲を迎撃するミサイル防衛システムです。人間が関与することなく自動で標的の位置を確認し、その脅威のレベルを判定して迎撃します。攻撃用に開発された自律型兵器もあります。小型無人機ドローンの一種である STM カーグ2やスイッチブレード300は空から敵地に侵入して爆発します。どちらも始動後は人間の介入なしで作動します。2020年 STM カーグは完全に自動で標的を識別し攻撃を行いました。自律型兵器が実戦に使用されたのはこれが世界初だと言われています。もちろん自律型兵器の発想は以前からありました。映画ターミネーターの T-800 や攻殻機動隊の立ちこまのような殺人ロボットはずっと前から SF の定番です。 T-800 は人間に擬態し敵を追い詰めていきます。もしかしたら自分の意思で人を攻撃する機械の話が発端となって、人工知能の専門家たちは自律型兵器の使用制限や禁止の声を上げるようになったのかもしれません。2021年10月21日現在、4500人を超える人工知能の専門家、そして2万6000人以上の人々が自律型攻撃兵器の禁止を訴える非営利団体フューチャーオブライフインスティテュートの公開書簡に署名しています。